こんばんは、6時のニュースをお伝えします。東京都内の結婚相談所で受付の男性に対し暴行を働いたとして大田区在住の女が逮捕されました。女は大田区の結婚相談所にこの日初めて来店し、受付の男性とのやり取りで、まずプロフィールの確認ですが年収は300万円。すいません、300万はちょっと。派遣のお仕事をされていて勤続年数が1年ですので、きちんと働いてない人は無理です。今はまだあなたのプロフィールを確認しているのですが、と希望の男性のプロフィールを聞かれてると思いきや自分のプロフィールを確認されていたとのこと。これに激怒した女は受付の男性を素手で平手打ちするなどつかみかかり、そのまま逮捕されました。調べによると女は最後の一言の時に真顔だったのが一番腹が立ったと語っていたとのことです。続いてのニュースです。酒田市に住む男性が投稿した一本の動画が話題となっています。こちらの画像なのですが、一見女性が黒いストッキングを履いているように見えます。しかしアングルを上に持っていくと、そこに立っていたのは犬でした。飼い主がペットにストッキングを履かせ、その姿を SNS 上にアップしたんです。これに対しおっさんかと思ったら犬だったとのコメントが以上。